多分この近くだ。確か次の道はこっちだったか。イリアス、いきなり帰ってきてどうしたんだ。父さん、なんでもない、ただ様子を見に来たんだ。本当に何もないのね。またいじめられてない？隠さず私たちに言ってちょうだい。イリアス、どうしたの？大丈夫、ちょっと頭が痛くてよく寝られなかったからかも。ああ、だからあの時一時的な感情で動いてはならんと言ったんだ。結局あんな騒ぎにまでなって。教練院での生活も良くないんだろ。脅迫の手紙が家にまで届いている。そっちでもいろいろと苦労してるだろう。どうしても嫌なら教練院を辞めて帰ってきてもいいのよ。本当に大丈夫、少し休めばよくなるよ。イリアス、記憶喪失のことを知られたくないみたいだな。まあまあ、お父さんもお母さんもその辺にしてあげて。お兄ちゃんはもともと頭痛持ちなんだし、話は今度でもいいでしょ。お兄ちゃん、場所を変えて話そう。お兄ちゃん、頭が痛いの、ちょっとは良くなった？だいぶ良くなったよ。そうだ、今月の給料をもらってきたんだ。家の方は最近どうだ？順調だよ。でも、みんなお兄ちゃんを心配してる。お父さんとお母さんの口うるさいところは許してあげて。本当はみんな、あの時お兄ちゃんは正しいことをしたって知ってるから。ただあれからお兄ちゃんの良くない噂がたくさん流れちゃって、家にまで脅迫の手紙が届いたの。お父さんたちからしたら、多分お兄ちゃんにもっと周りに溶け込んでほしいのかも。溶け込む？そう。あれ？もしかして覚えてない？あの時からお兄ちゃんは。お兄ちゃん、どうしたの？ああ、そうだったのか。思い出したよ。大丈夫、もう全部思い出したんだ。今日のお兄ちゃん、なんか変だよ。とにかくお兄ちゃんがしたかったことは理解してるよ。でも私もお父さんとお母さんと同じように、お兄ちゃんにはもっと楽しく暮らしてほしいって思ってるの。お兄ちゃんが英雄かどうかなんて気にしない。もっと気楽に生きてほしい。ただそれだけ。君のその理解は彼をだいぶ楽にしてやれるだろう。本当？それならいいんだけど。
なたはお兄ちゃんのお友達？俺よりもこの二人の方が友達という言葉にふさわしいだろう。俺の名はアルハイゼン、彼女らは旅人とパイモンだ。あ、確かに誰かから聞いたような。でもお兄ちゃんにお友達がいるって分かってほっとしたよ。一緒にお家でご飯でもどう？ちょうど食材を買いすぎちゃったの。悪い、まだ他の用事があるんだ。そっか、残念。じゃあ私は先に行くね。お兄ちゃん、自分を大事に。